熊野の宮間にて修行中の修験者修験道は山へこもって厳しい修行を行うことで悟りを得ることを目的とする日本古来の山岳信仰。仏教に取り入れられた日本独特の宗教でもある修験宗とも言う。修験道の実践者を修験者または山伏という。修験道は神羅万象に命や神霊が宿るとして カンナビやイワクラを信仰の対象とした古神道に、それらを包括する山岳信仰と仏教が集合し、密教などの要素も加味されて確立した。日本各地の霊山を修行の場とし、深山有国に分け入り厳しい修行を行うことによって、苦毒の印である現歴を得て、修行の救済を目指す実践的な宗教でもある。この山岳修行者のことを修行して、 名門を払い原徳を得る修行してその徳を印しわすことから修言者、または山に伏して修行する姿から山伏と呼ぶ。修言とは修行独言、または実習実験の略語とされる。カヤインでは毎年10月10日に関西一円の山伏を集め斎藤大五間ともが行われる。修言道の修行の場は日本古来の山岳信仰の対象であった。 大峰山や白山など、霊山とされた山々であった。中でも、熊野三山への信仰は、平安時代の中期から後期にかけて、天皇をはじめとする多くの貴族たちの参詣を得て、流星を極めた。主元道は、神仏集合の信仰であり、日本の神と仏教の仏が共に祀られる。表現形態として、根源などの神格や王子がある。一見の判断や主張で、 主言道の把握は従事者及び研究者や論学者などでも判断は困難であり、一概の例に止まる見解は誤人を再するので注意したい。常実の熊の信仰においては、三所権ん五ん、所王子、四諸宮の祭人が重要な位置を占めており、これを勘定した九十九王子が有名である。山伏と関連するため、山に関連した神格が存在することもある。 主験道は、アスカ時代に、炎のオズヌが創始したとされるが、炎のオズヌは伝説的な人物なので、海祖に関する史実は不詳である。炎のオズヌは終生を在家のまま通したとの伝承から、海祖の威風によって在家主義を貫いている。主験道は、平安時代の頃から、盛んに信仰されるようになった。その信仰の源は、すでに8世紀から見られた。 仏教伝来以前からの日本土着の神々への信仰と仏教の信仰とを融合させる神仏集合の動きの中に求められる。神仏集合は徐々に広まり、神社の境内に神宮寺が寺院の境内に陳樹としての守護神の社がそれぞれ建てられ、神職、あるいは装飾が神前で度胸を行うなどした。そして、 それらの神仏集合の動きと仏教の一派である密教で行われていた山中での修行とさらに日本古来の山岳信仰とが結びついて修験道という独自の信仰が成立していったこのように修験道は密教との関わりが深かったため修験道ハット2を定めることで仏教の一派とみなして統制した修験道は鎌倉時代後期から 南北朝時代には独自の立場を確立した。江戸幕府は、慶長18年に、修験道法都を定め、新言集系の東山派と、天台集系の本山派のどちらかに属さねばならない、こととし、両派に分けて競合させた。ただ本山派は、天台宗自問派の恩情自末の正午院を本山と、し、東山派は、新言集総本山第五寺宅中の見本院を本山とするように、 いずれも仏教教団の参加で活動した。明治元年の神仏分離令に続き、明治5年、主言禁止令が出され、主言道は禁止された。里山節は強制的に減属させられた。また、廃仏希釈により、主言道の信仰に関するものも破壊された。主言系の高団体の中には、明治以降、仏教色を薄めて、教派神道となったものもある。 御嶽教、不宗教、実行教、丸山教などが主で、教派神道にもかかわらず不動尊の信号にや、般若信業の読書など、神仏集合時代の名残も見られる。明治以降、修験禁止になっても、修験道の気合術を民間療法に生かした、修験、浜口熊学、気合術の気合、愛気を武術に生かした、大東流合気柔術の創始者、武田宗格がいる。 武田は、理論の気合の術、相気の術、実技鍛錬法の気合の法、相気法を残した。相気の極意、大人気に聞き姿なきに見るは、主言の鍛錬の意味がある。そもそも主言とは、修行して原徳を表すことを言う。人は、本来、仏様と同じ本性を持っているが、ところが煩悩という迷いの中で悪いことを行ってしまい、本性を曇らせている。 修行してこの曇りを磨き、悪から離れて清らかな本心を発揮する。そして、法の徳を表すことが、主言の意味で、これを実践する人を、主言者という。主言十二箇条に、凡祖主言と、少子高派、実行、修修修言法これを制するのよしや秘訣集に、修と破修正資格の修行、玄と派本有本学の厳密なりとある。修言道とは、 柱源の教会を得ることを究極の目的とする宗教である。柱源の教えは難解であるため、諸行者は密教を治めることで教会を高めることから、修行を始める。柱源法は、恩城寺と第五寺のみが誤字する。恩城寺では、柱源法流、第五寺では、恵み院法流として総称する。そのため修源寺は、この二寺の末字となって、本山派。 東山派と呼ばれたのである。したがって、近年、主言を自称する宗派が増えているが、密教法流と柱源法流、または、めぐみん法流を伝承しない宗派は、主言とは呼び難い。ちなみに、柱源法というのが、主言道の各派に残されているというが、柱源誤魔として正当に伝わっているのは、本山派の称号院のみである。主言道の柱源誤魔は、 競技の上では、天地自然の原理、万物能の理を名にして、宇宙万象の和合の根源を表示する作法で、その中心をなす柱源の柱は、宇宙万物の柱を指し、源は、天地音明和合の根源を指すと説明されている。こうした記述からも伺えるように、柱源誤魔は、主限道の宇宙観を的確に具現した手法である。この柱源誤魔は、 主言道の数多くの手法の中でも、秘儀として数用の位置を占めていた性もあって、主言道証書などの主言道の根本資料では、その筆頭に挙げられている。また現存する儀器も多く、本山派系のものには、主言道柱源新法、柱源新法五巻、峰中正勘定柱源供養法の大事、主言新秘柱源五まともの四法が、 当山派系のものでは、柱原生勘定義足、柱原極品心、柱原神法大ごまともし大、柱原神法の四法があった。修験道がミネ中で行う修行は重回修行という、無双三密の修行である。柱原の境界を得るための修行として、ミネ中修行が重視されるが、三夜をかけることが、修行の本詞ではない。という見方もあるが、ごまや、 三角塗装修行等を中心とした様々な修行を行い、バルから離れて清らかな本心を発揮することを目的とするため、柱源がすべてやみ入り修行修行がすべてという何か一つに偏っているわけではない。前述の通り、主言道の修行者は密教を治める。そのため天台宗、真言宗の混合会、大蔵会の手法に用いる経典が用いられる。 柱原法は近年次第が出版されているが、かつてはその名さえ非され、一般に知られることはなかった。柱原法については、阿久保足伝望院や、海裏木官法院の著書に記述が見られるが、辞相についてが中心である。これは、柱原法が筆順によらず、面熟伝を契機として奏唱するものだからである。修言道の法流は、大きく分けて、新聞集計の唐山派と、 天台宗系の本山派に分類される。東山派は、醍醐寺見本院を開いた、消防理現代史に橋を発し、本山派は、恩城寺の造与が昭護院を建立して、熊野山所権芸を祀ってから一派として、形成されていった。新言宗や天台宗は、皇族、貴族との結びつきが強いが、主言道は、一般民衆との関わりを持つものであり、その意味において、 主権者の役割は重要であった。現代では、奈良県吉野山の金峰山寺、京都市左京区の正和院、道伏見区の第五次美本院などを拠点に進行が行われている。また、日光主弦や羽黒主弦のように各地の霊山を拠点とする国宝主弦の流れもある。新言集大五派、元三条主弦。ありがとうございます。